フックを怖がらずにしっかりと叩いていける、タイトリスト TSI3 ドライバー。クラブフィッターの小倉隼人です。今回ご紹介するのはこちらです。タイトリストさんの TSI3 ドライバーです。私自身いろんなクラブ、この企画を含めて試打させていただいてるんですけれども、特にこう特筆した性能とかですね、自分自身が強くこう印象に残ったものをですね、今回はちょっとご紹介していきたいなと思っております。でこの TSI3 を、選出したんですけれども、この TSI3 の選出した理由がですね、ハードヒッターに多い左のミスを怖がらないで済むドライバーというところで、ご紹介しています。で左のミスにですね強い、フックしづらいクラブっていうのはやはりその、ハードヒッターに好まれる条件の一つなんですけれども、一般的にそういうふうに聞くと難しいクラブ、いわゆる捕まらないクラブっていう印象になると思います。この TSI3 はウェイトを動かすことができますので、その物理的な捕まりっていうのも調整ができるんですね。でさらにそのカチャカチャ、弾道調整機能がネックにもありますので、フェースの向きとか、ロフトによって細かい、最初の微調整もできます。さらに、もちろんそのシャフトのつけるものによってヘッドの特性っていうのはこう少し左右されてくるんですけれども、いろんな仕様を打たせていただきましたが、この TSI3 がすごいなと思うのが、そのアジャスト能力もあるんですけれども、きっちり自分自身で捕まえに行こうとすると素直に動いてくれるので、捕まるのに捕まりすぎないという点ですね。何言ってんだこいつっていうレベルかもしれないんですけれども、実際ですね、この TSI3 のドライバーはUS のツアープロもですね、出たと同時にバッと変えるぐらいこう完成度が高くてですね、非常にこう評価が高いです。で、そういった点もあってちょっとこう興味を強くそそられてた部分があるんですけれども、実際打ってみて、ああこういうとこなのかなっていうのが感じたのがその捕まり具合なんですね。結構強振してしっかりフックを打ちに行こうとすればフックは打てます。打てるんですが、自分自身がこう力んだりですね、こう強くあやっちゃったっていう球が思いのほか左に行かないんです。自分の中でやっぱりこう強いフックっていうのはこのクラブはこう故意にやればできても、なんか力んだりミスした時の強いフックっていうのはあんまり私の中で印象がないんです。やはり私の周り結構アスリート、それから競技志向の方、たくさんいらっしゃるんですけれども、やはり左のミスを嫌がる人っていうのは TSI3 を持ってる方多いです。やっぱりそういうものをですね、本能的にこう感じ取ってるのか結果的なものなのかわからないんですけれども、今やっぱり左のミスが怖い、どうしても左の OB が出てしまうっていうの方はですね、まだまだ現役です。それにプロも長く使っています。左のミスが嫌だって言うんであれば、ぜひ一度この TSI3 試してみてください。